タチアナ・ペトロワ・アルヒポワは、ロシアの陸上競技選手、専門は3000メートル SC を主とする長距離走。北京オリンピック女子3000メートル障害ロシア代表。チュバシ共和国、リーマースキーディストリクト出身。身長160センチメートル、体重53キログラム。2006年ヨーロッパ陸上競技選手権3000メートル SC で、アレシア・トゥラバに次ぐ2位となった。2007年世界陸上競技選手権大阪大会3000メートル SC では9分09秒19の自己ベストを記録し、エカテリーナ・ボルコワに次ぐ2位に入った。2008年8月北京オリンピック3000メートル、障害では9分12秒33の記録を残し4位に入ったが、後日3位のエカテリーナ・ボルコワのドーピング違反により、繰り上がりで銅メダルを獲得した。2009年5月25日には、ロサンゼルスマラソンに出場、2時間25分59秒の記録で、優勝した。2012年ロンドンオリンピックでは8月5日に行われたマラソンに出場2時間23分29秒の自己新記録で銅メダルを獲得した。ありがとうございます。